こんにちは、日向イ一です。それでは今回もデボーションをシェアということで、エルカの福音書5章を読んでいきたいと思います。さて、群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレコの岸辺に立って、岸辺に小舟が2層あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。 イエスはそのうちの一つシモンの船に乗り陸から少しこぎ出すようにお頼みになったそして腰を下ろし船から群衆を教え始められた話が終わるとシモンに言われた深みにこぎ出し網を下ろして魚を取りなさいするとシモンが答えた先生私たちは夜通し働きましたが 何一つ取れませんでしたでもお言葉ですので網を下ろしてみましょうそしてその通りにするとおびただしい数の魚が入り網が破れそうになったそこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した彼らがやってきてき 魚を二層の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆、自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。 シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであったイエスはシモンに言われた恐れることはない今からのうちあなたは人間を取るようになるのです彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従ったさてイエスがある町におられた時見よ 全身ザラートに侵された人がいた。その人はイエスを見ると、ひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで、私を清くすることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。すると、すぐにザラートが消えた。イエスは彼にこう命じられた。 誰にも話してはいけない。ただ言って自分を祭子に見せなさい。そして人々への証のため、モンセが命じたようにあなたの清めの捧げ物をしなさい。しかしイエスの噂はますます広まり、大勢の群衆が話を聞くために、また病気を癒してもらうために集まってきた。だがイエスは ご自身は、寂しいところに退いて祈っておられた。ある日のこと、イエスが教えておられると、パリサイ人たちと立法の教師たちがそこに座っていた。彼らは、ガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていた。イエスは主の道からによって、病気を治しておられた。すると見よ、男たちが、 チューブをわずらっている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとした。しかし、大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に登って瓦を剥がし、そこから彼の寝床を人々の真ん中、イエスの前に吊り下ろした。 イエスは彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許された、と言われた。ところが、立法学者たち、パリサイ人たちはあれこれ考え始めた。神へ,神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ神を一人の他に誰が罪を許すことができるだろうか イエスは彼らがあれこれ考えているのを見抜いて言われた。あなた方は心の中で何を考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらが優しいか。しかし、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために。そう言って中部の人に言われた。 あなたに言う、起きなさい。寝床を担いで家に帰りなさい。すると彼はすぐに人々の前で立ち上がり、寝ていた床を担ぎ、神をあがめながら自分の家に帰っていった。人々は皆非常に驚き、神をあがめた。また、恐れに満たされていった。私たちは今日、 驚くべきことを見たその後イエスは出て行き取税所に座っているレビという取税人に目を留められたそして私についてきなさいと言われたするとレビはは全てを捨てて立ち上がりイエスに従ったそれからレビは自分の家でイエスのために盛大なもてなしをした 取税人たちや他の人たちが大勢共に食卓についていた。すると、パリサイ人たちや彼らのうちの立法学者たちがイエスの弟子たちに向かって小声で文句を言った。なぜあなた方は取税人たちや罪人たちと一緒に食べたり飲んだりするのですかそこでイエスは彼らに答えられた。医者を必要とするのは 健康なな人人でではなく病人です私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためですまた彼らはイエスに言ったヨハネの弟子たちはよく断食をし祈りをしていますパリサイ人の弟子たちも同じですところがあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友人たちに断食させることがあなた方にできますかしかし、やがて時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい衣から布切れを引き裂いて、 古い衣に次を当てたりはしません。そんなことをすれば、その新しい衣を裂くことになり、新しい衣から切った、取った布切れも古い衣には合いません。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば、新しい葡萄酒は皮袋を裂き、葡萄酒が流れ出て、 皮袋もダメになります新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰も古い古いぶどう酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものが良いと言います。はいということで、えー、とルッカの、えー、5章ですね。えー イエス様の、えーまああの初、まあ、めの部分というかえもうすでに、えっと、4章の部分で始まってきていますけれどその展開というふうに、えー、理解することができます。で5章の1節から、えー、と11節までは、まあ、ペテロとヤコブヨハネのまあ証明ですね。 そして、えっ、ー、と、12節から、えー、16節が、えー、サラートに犯された人の清め。まあ、癒しですね。そして、17節が、十七節から、えー、26節までが、えー、中部の人の癒し。そして、27節から、えー、 そうです、ね、まあ32節までですね、まあ、レビの証明とそしてレビの家での、えー、宴会の様子、まあ、盛大なもてなしの様子ですねそして33節から、えー、39節までは、まあ、断食に関する問答ということですねでえー まあこの五章を通して教えら、私が教えられたことですけど、まあ、この罪の許しということなんですよね。えー、章の、ま、シモンペテロの言葉ですけど、えっ、ー、と、8節ですね。主よ私から離れてください。私は罪深い人間ですから。で、10節にイエス様の答えがあって、恐れることはない。今からのうちあなたは人間を取るようになるのです。と この「罪深い」という言葉ですねそして、えー、17節からのこの「えー、癒しの中部の人の癒し」のところで20節でイエスは彼らの信仰を見て「友よあなたの罪は許された」ここにも「罪」という言葉が出てきてしかも「罪が許された」という言葉が出てくるわけですね。 で罪を許す、えー、権威を持っていることをあなた方が知るためにと24節にイエス様が言われてそして、えー、またレビの家でのこのもてなしの最中にも、えー、32節ですね「私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためです」。 いうことで、イエス様のこの罪の許しですね。まあ、このいろんな奇跡とか出来事の影に、まあ、り込まれるようにして、この罪という言葉が出てくるわけですね。そして、この新しい武道種とか新しい衣の例えというのも、36節と37節。 38節、39節にこう続いていくんですけど、この新しい武道酒というのが、結局は、行いによらない信仰による罪の許し。つまり、福音ですよね、簡単に言うと。で、福音というのは、まあ、罪の許しなわけですよね。罪の支払う報酬は死です。しかし、神の賜物は、私たちの主キリストイエスによる永遠の命です。と いうことなので、そのことをここで語られているというか、示されているわけですね。まあ、罪深い人間。これはシモンペテロだけではなく、まあ、私自身のことでもあるなと思わされます。そして、あなたの罪は許されたと言っていただいたこの中部の人も私自身なわけですね。そしてイエス様が来た。 その罪人を招いて悔い改めるさせるためその罪人も私なんです。まあ、このようにしてイエス様が私たちの罪を許してくださるということこの時はまだ明らかになっていないですけれど、えー、十字架、まあ、この後というか 福音書の中には必ず十字架の描写があるわけですけれどその私たちの罪のために苦しまれたイエス様、まあ、その犠牲によって私たちはイエス様の血によって清められているということを、えー、もう一度思,い思わされます、まあ、罪が許されるということはもうこの方法以外にないわけですよ でそこまで私たちを愛して哀れんでくださるイエス様そして共に食卓についてくださるイエス様、まあ、その憐れみを覚えて、まあ、今日も本当に感謝して歩みたいと思いますまたこの罪の許しを知らず自分を責め人を責め苦しんでおられる、まあ、魂のこの良い知らせを告げるために用いられる一日でありたいと願わされます よう祈ります天皇お父様あなたの罪は許されたとイエス様は私たちに対して言ってくださいましたどうか私たちがその許しを喜びいただいた自由を他の苦しんでおられる魂に仕えるために用いていくことができますようにイエス様のお名前を通してお祈りしますアーメン それでは今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。